オックスナードは、アメリカ合衆国カリフォルニア州の南部ベンチュラ郡に属する都市である。2010年国勢調査で、の人口は197万8997人であり、全米では113位、カリフォルニア州では19位、ベンチュラ郡では第1位の都市である。オックスナードサウザンドオークスベンチュラ都市圏でも第1位である。 肥沃なオックスナード平原の生誕にあり、イチゴとライマメの生産に特徴がある農業の重要な中心地である。1903年に設立された。オックスナードには、ポートアイニーミーと、ポイントマグーという二つの大きな海軍基地がある。ポートアイニーミーは、ロサンゼルスとサンフランシスコの間では、最も繁華な商業港でもある。アムトラック、ユニオンパシフィック鉄道、 および通勤線のメトロリンクが集中し、グレーハウンドバスの路線もあって、カリフォルニア集中に交通が通じる南カリフォルニアの要衝である。また、オックスナード空港と呼ばれる地域空港もある。オックスナードとなった地域にヨーロッパ人が到着する以前は、チュマ種族インディアンが住んでいた。この地域に最初に現れたヨーロッパ人は、ポルトガル人探検家。 グワン・ロドリゲス・カブリリョであり、1542年にスペインの領有を宣言した。スペインによる伝道書群建設の時代には1782年に建設されたサンブエナベンチュラ伝道書があった。カリフォルニアを開拓者の間で放牧が盛んになっていたが、カリフォルニアが1850年にアメリカが主衆国の州に昇格した時に地域での影響力を失った。 これと同じ頃に、アメリカ人農夫が入植して、大麦やライマメを栽培した。東にある地ノで3人の兄弟と共に、砂糖大根の工場を始めて成功した、ヘンリー・オックス・ナードが誘致されて、ポートワイニーミーから内陸に入った平原に200万ドルをかけた工場を建設した。1897年に、 砂糖工場を起こしてから間もなく、新しい町が出現し、ここは、現在ヘンリー・オックスナード歴史地区として、アメリカ合衆国国家歴史登録財に、登録されている。オックスナード兄弟はその名前がついた町に住むことは、なく、地のと、オックスナードの巨大な赤レンガ作り工場を、その目印になる2本の煙突をつけたまま1899年に400万ドル。 近い価格で売却した。オックスナード工場は1899年8月19日から1959年10月26日まで創業された。1903年のオックスナードストライキの時は創業が止まった。オックスナードの町が成長することを前提として、1898年春、工場からの出荷のために、 鉄道駅が建設され、中国人、日本人及び、メキシコ人労働者を引きつけ、町の指定に引き合うような商売も始まった。オックスナードは、佐藤のギリシャ語である、ザカリという名前を付けようとしていたが、経営者が気に入らず、自分の名前を付けさせた。オックスナードは1903年6月30日に、カリフォルニア州の市に編入され、1907年に、 ミシシッピ側より西では3つしかなかったカーネギー図書館の一つである公共図書館が開館した第二次世界大戦の戦前と戦中にロサンゼルス港とサンフランシスコ湾の間のカリフォルニア州海岸では唯一大きな外洋船の入れる港という利点を生かしてアメリカ海軍のボートワイニーミーとポイントマグーの基地が建設されこれらの基地がその後には 防衛産業として航空宇宙産業や通信産業の発展を促すことになった。20世紀半ば、オックスナードは中心街の外側に住宅、工場、小売業及びチャネルアイランズハーバーと呼ばれる新しい港が成長し発展した。この期間のオックスナードの歴史においてマーティン・ v スミスが最も影響力ある開発推進者になった。 1941年に始めた、スミスの最初の事業は、コロニアルハウスレストランであり、続いて1957年のワゴンホイール、ジャンクションだった。その後もトーパファイナンシャルプラザの高層ビル、チャネルアイランズハーバー、カサシレナリゾート、エスプラナーダショッピングモール、フィッシャーマンズワーフ、キャリッジスクエア、ショッピングセンター、海洋博物館の開発。 およびその他多くの主要、ホテル、レストランや小売店の計画にも関わった。2004年6月、オックスナード警察署とベンチュラ軍保安部が、町の中心地区、広さ6.6平方マイルに、ギャングの活動を制限するためのギャング禁止令を発動した。この禁止令は、ベンチュラ軍最高裁判所でも指示され、2005年には、高級法になった。 2006年9月に同様な禁止令が町の南側4.26平方マイルにも執行された。オックスナードは北緯34度11分29秒整形119度10分57秒北緯34.19139度整形119.18250度34.19139-119.18250に位置する。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は36.6平方マイルであり、この内陸地は25.3平方マイル、水域は11.3平方マイル、水域率は30.83%である。オックスナードは、肥沃など上である、オックスナード平原にある。その海浜、砂丘、湿地、クリーク及びサンタクララ川が重要な生態系に、 なっている。自然の植物群としては、海岸政治林、カリフォルニア,アニュアル草原、および海岸砂丘林がある。しかし、農業や都市と工業の発展のために、地域内からは自然の植生が排除されてきた。この地域の固有の植生で絶滅が危惧されるのが、ベンチュラシッチミルクベッチであり、最後の自生地は最近開発を承認された。 高級住宅地の中心にある。オックスナードは地中海性気候に属する。温暖で比較的湿度の高い冬と乾燥した夏がある。内陸に比べて海からの風が夏は涼しく冬は暖かくしている。平均気温は下肢61度である。平均最低気温は下肢52度であり、平均最高気温は下肢69度である。一般に 天候は冷涼で乾燥しており、年間日照日数は354日ある。年間降水量は15.62インチである。サンタクララ川流域付近の地形図、オックスナードは、サンアンドレアス断層に近いために、カリフォルニア州の他地域と同様に地震に見舞われやすい。オックスナード市を通る活性断層が、オークリッジ断層であり、サンタクララ川流域にまたがり、 西のサンタスザーナ山脈からオックスナード平原を横切ってオックスナード市を通りサンタバーバラ海峡まで通じている。この断層はオックスナード地域やさらにその向こうまでの地震活動に重要な役割を果たしていることが分かってきた。1994年1月17日に起こったマグニチュード6.7のノースリッジ地震は オークリッジ断層のサンタクラリタ遠心部で起こったと考えられている。ノースリッジ地震による地滑りと尾根頂部の粉砕はオックスナードすぐ東のムアパーク市で観測された。2009年から2010年にかけてマグニチュード2.9から3.9の地震が3回発生した。以下は2000年の人口統計データである。オックスナードの経済は国際貿易、 農業、製造業、防衛産業及び観光業によって推進されている。ロサンゼルス大都市圏の中では重要な製造業の中心でもある。ポートアイニーミーは、ロサンゼルスとサンフランシスコの間では、最も繁華で唯一推進のある商業港であり、環太平洋経済圏との貿易には、重要拠点である。この港を利用する会社としては、デルモンテ食品、 チキータ、BMW、ランドローバー、およびジャガーがある。その他、オックスナードの存在価値を高める産業として、金融業、輸送業、ハイテク産業および特に石油をはじめとする、エネルギー産業がある。オックスナード市とその近辺には、市の東部五番通り沿いのオックスナード油田と、西側海岸沿いのウェストモンタルボ油田という二つの、創業中の油田がある。 デルノートルアベニューの東5番通り沿いの天 B 社、石油生成所が両油田からの石油を生成している。オックスナードの包括的年間財務報告書2008年版によれば、市内の大きな雇用主トップ6は以下の通りである。オックスナードに本社を構える大企業としては、ハースオートメーション、セミニス、レイパク、ドラムワークショップ、ボーラパフォーマンス、 ボスオーディオ、ロビンズオートトップス、及び2008年後半にサカーインタナショナルに買収されたビビターがある。プロクターギャンブルとシスコは、オックスナードに西海岸拠点を備えている。NFL アメリカンフットボールのダラスカウボーイズは、2001年、2004年から2006年、2008年に、オックスナードのリバーリッジフィールドで、プレシーズンキャンプを張った。 同じく NFL のロサンゼルスレーダースは1980年代と1990年代にリバーリッジフィールドでキャンプを行っていた。キャマリロ総合計画によれば次のように書かれている。検討した地域はグループ I の土壌の比率が高く、主に比較的平坦なオックスナード平原に位置する。オックスナード平原はこれら高品質の 農業用土壌に公的な気候が組み合わさり、世界でも最も肥沃な地域の一つと考えられる。オックスナードは、長年様々な作物で知られてきた。これにはキュウリ、天才、ライマメ、ストック及びイチゴがある。オックスナードが成長した1970年代や1980年代は、多くの農場や牧場が開発に巻き込まれ、多くの新開発計画が、 平原の農地を脅かした。1995年、オックスナード平原の広大な農業資産を守るために、ソアーと呼ばれる草の根運動が、ベンチュラ軍の農夫、牧場主及び市民によって始められた。オックスナードイチゴオックスナード平原はそのイチゴの生産でよく知られている。アメリカ合衆国農務省によれば、オックスナードはカリフォルニア州最大のイチゴ生産地であり、 国内いちご生産量の約3分の1を出荷している。いちごは9月末から10月下旬に植え付けられ、12月半ばから7月半ばまで収穫される。カリフォルニア州でいちご収穫の最盛期は4月から6月であり、毎日1.000万パイント5000立方メートルのいちごが出荷されている。カリフォルニア州は、 全米のいちご出荷量の85%を出荷しており、アメリカ合衆国は世界のいちご総生産量の4分の1を供給している。カリフォルニアいちご祭、オックスナードでは、毎年夏にオックスナードカレッジでカリフォルニアいちご祭りを開催している。ここでは、ストローベリーナチョ、ストローベリーピッツァ、ストローベリーファネルケーキ、 ストローベリーサンデー及びストローベリーシャンペンなど果物を使った飲食物の屋台が出展される。オックスナード氏の最近の包括的年間財務報告書によれば、市の歳入は3億3680万ドル、歳出は3億890万ドル、総資産22億6710万ドル、総負債4億9680万ドル。 現金と投資額2億690万ドルである。オックスナード市内には54の公立学校があり、幼稚園生から12年生まで5万3000人以上の児童、生徒を教育している。ニューヨーク市やロサンゼルス市と同様にすべての教育学区を一つにまとめた場合、全米では71番目の大きさになる。小学校と中学校、オックスナード市と、 周辺地域には幼稚園生から8年生の教育を管轄する4つの教育学区がある。2008年2月12日、オックスナードのイーオーグリーン中学校で生徒を巻き込む銃乱射事件が起こった。ラリーキングが教室で撃たれ、セントジョンズ病院に担ぎ込まれた後に死んだ。 高校オックスナードの公立高校はすべて、オックスナード統合高校学区が管轄し、オックスナード、キャマリロポートワイニーミーの産子とエルリオ、ソミス、チャネル諸島の未編入領域にある10校、2万人の生徒の教育を担当している。私立のカトリック系高校として、サンタクララ高校がある。カレッジと大学オックスナードには、 カレッジレベルの教育施設として、オックスナードカレッジがあり、また近くには、カリフォルニア州立大学チャンネル諸島校がある。さらにカリフォルニアルーテル大学、カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、ITT 工科大学、フェニックス大学及びカリフォルニア大学サンタバーバラ校が、市内に衛星キャンパスを持っている。オックスナードには、総延長20マイルの景観が良く、 比較的混み合っていない海岸線がある。オックスナードの海浜は大きく、砂がことのほか柔らかい。砂丘は昔もっと広範囲にあったが、多くの映画でミドルイースタン砂漠の砂丘を再生させるために使われてきた。その映画の最初のものが、ルドルフ・バレンティノが主演したシークだった。海浜の大半ではほとんど岩も流木もないが、特定の海浜では、 危険な激流があることでも知られている。オックスナードでは世界に誇れるようなサーフィンに適した波が見られるが、一番良い波が達する浜は、ポイントマグー海軍基地の中にあるため、一般大衆は近寄れない。基地に近づくことができるものだけが速度が速く高さが15フィートに達するような波を体験できる。オックスナードの海浜には、マグーロック修立海浜。 ワイニーミー海浜、シルバーストランド海浜、ハリウッド海浜、ハリウッドバイザーシー、マンダレー海浜、オックスナード州立海浜、オックスナードショアーズ、ゴバンり海浜、マグラス州立海浜、およびリバーマウス海浜がある。ワイニーミー港の海岸、ワイニーミー港は、オックスナード市の南にあり、アメリカ海軍と、オックスナード市ハーバー地区が共同で管理している。 この港は、ロングビーチ港とサンフランシスコ港の間では、唯一水深のある港であり、また、サンディエゴ湾とピュージェット湾の間では、唯一軍港に利用できる水深がある。ワイニーミー港は、幅広い範囲の物資の積み下ろしが行われており、その行き先は、ロサンゼルス盆地の人口が多い地帯である。積み下ろしされる物資には、自動車、 パイナップルおよびバナナが含まれている。玉ねぎ、いちごおよび、成果のような農産物が滲みされる。アメリカ海軍は、ワイニーミー港の施設を維持し、南にあるポイントメグルの海軍航空基地を支援し、ベンチュラ軍海軍基地を構成している。ワイニーミー港には、建設大隊である CBE の西海岸本部があり、また海岸レーダーシステムともつながりがある。 隣接するベンチュラの街の北7マイルにあるベンチュラハーバーと共にチャネル諸島ハーバーがある。このハーバーはオックスナード市南岸にあり、ここからチャネル諸島に多くの船が通っているのでチャネル諸島への入り口というあだ名がある。どちらのハーバーも漁港として重要である。オックスナード市にはいくつかの文化施設がある。パンク、ナードコア音楽分野の多くのバンドが、 オックスナード出身である。例えば、ドクターノー、スタラグ13、スケアードストレート、イルレピュート、フォールスコインフェッション、テンフット、ポール、ホスタイル、ノーモティーフ、およびヘビアスコーパスである。オックスナード氏と隣のベンチュラは今日まで、パンク音楽のジャンルが盛んであり、スケートとサーフィンの文化と融合することで、促進されてきた。またヒスパニック系の若者には、 ヒップホップ音楽が盛んである。セサール・チャベズ、農業労働者連合の集会で、1974年。ありがとうございます。